1993年から2003年までアーケードゲームに使用されたカプコン CP システム2である。いわゆるゲーム基盤であり、カプコン最大のヒットを飛ばしたシステム基盤といえよう。そうたる作品が CPS2 でリリースされたのだ。コネクタは1986年に日本アミューズメントマシン工業協会が統一した邪魔規格。上がゲームカセットともいえる B ボード、下がマザーボードとなる A ボード。 A ボードのシステムプログラムはパスワードで保護されているため、 B ボードには解除キーが搭載されている。しかしバックアップ電池を切らすとメモリの解除キーも消失する設計になっている。なんとゲームが起動できなくなるのだ。電池交換の際、こうした付け外しも NG である。断続的に電流を流すだけでも解除キーが消失するのだ。また電池を外すと1時間ほどで解除キーが失われると言われ、迅速な作業が求められる。個人が電池交換するにはあまりにも厳しい条件と言えよう。そのため過去にはデータの消失や電池交換に対するメーカーサポートが設置されていた。このことはカプコンにとってゲーム基盤が適正に使用されているかチェックできる利点があった。実はスト2で世界的なブームを起こした際、 CPS-1 は違法コピー、違法改造による多大な被害を受けていたのだ。これらの強固なセキュリティ対策は CPS-1 で受けた被害への対抗措置なのだった。そして2019年にはこれらのメーカーサポートが全て終了してしまう。このことは電池切れ、電池交換の失敗、いずれかのミスを犯せば二度とゲームがプレイできなくなることを意味する。これじゃあ時限爆弾を仕掛けられたゲームではないか。直ちに対応作業に取り掛かった。何せ25年以上電池交換もせず放置していたのだから。慌てて秋葉原に足を運ぶも、世の中はお盆の真っ只中、休業店も多く、足付きの電池は一つしか入手できなかった。足のない電池は単三電池のケースを加工することに。ソケットだと取り付けが難しくなりそうだが、わがままを言ってる場合ではない。ソケットを短くするためにカットしたら、フライパンで断面を溶かしプラスチック溶接する。接着したら熱を加えながら歪みを整えていく。見た目より強度優先である。少し長めだったのでプラス端子もバネに変更。取り付ける電池の準備ができたら基板の電池を外す。自動ハンダ吸い取り機を使用すると非常に速い。あれ吸わないぞ。そんな時はドリルで結石を取り除く。使用後は目詰まりを解消しておくとノズルも長く使用できる。詰まりさえなければきちんと吸ってくれるのだ。きちんと溶かして吸う。古い電池を外したら迅速に新しい電池に付け替える。部品の足を基板に刺して離れぬよう押さえハンダ付けをする。見事な芋ハンダ。ハンダが多すぎですね。一応カチッとくっついているので結束バンドをカットし、テスターで電圧が来ているか確認。 X 面の電池交換完了。電池が外れないよう結束バンドでしっかり固定。ソケットに入れた状態で電極の電圧を測っておく。ぴったりとはまったので裏からハンダ付け。またまた見事な芋ハンダ。ヴァンパイアセーバーの電池交換完了。取り付けるソケットの足が短めだったので既存の電極を残して再利用。電極がむき出しのままなので電流を流さぬようマスキングテープで覆っておく。片足のハンダ付け後にマスキングテープを剥がし、もう一つの足をハンダ付け。忘れていたので電池取り付け後にバンド固定。
ヴァンパイアの電池交換完了。ヴァンパイアハンター最後はマグストで5作品の電池交換完了。電池交換の前に基板を起動し通電しないとデータが消失します。では電池交換後の電源オン。おっしゃ、起動した。せっかくですのでオープニングの色っぽいモリガンをご覧ください。もう一丁、さあ来い。やったー、起動した。もう一丁、さあ来い。あららら、マジっすか。ヤバいっつーの、頼むよ。起動した。さあ来い。ラスト言ってほしい、お願いします。オン。バックアップ電池の交換ですので、基板の電源を落としてから半日後にもう一度電源を入れ、それが起動しないと無事に電池交換できたことにならない。無事だったヴァンパイア、ヴァンパイアハンター、ヴァンパイアセイバーを起動させると。ヴァンパイアも起動せず行ってしまわれました。こちらの品が何かご存知でしょうか。世の中にはすごい方がおられるのです。もう廃棄するしかなかった基板を再生できるチップだそうです。まずは先人の方々のブログレポートが、 Windows を使用しているのでインテル搭載の MacBook を用意する。しかし Windows をインストールしようにも、初期化してから Mac の OS すらインストールできなくなる。どうやら無線ではなく有線でインストールするといいらしいのだが、仕方なく高価なサンダーボルトの変換ソケットを入手する。しかしこれもダメ。結局 Apple Store でインストールすることに。インストール中の 1、2 時間の間、一度でも IP アドレスが振り分けられるとエラーになるとのこと。やっとのことで Windows 8.1 をインストールしたので、 CPix2 の取り付け作業に入ろうと思う。ただし取り付け前にチップにデータを書き込む必要があるので、初見作業ながらもできる限り分かりやすく映像化を試みた。書き込みに準備したのは Amazon でセット購入したテキット3。今回はこちらでデータの書き込みを行う。まず最初にマイクロチップ社ホームページからテキット3プログラマーバージョン 3.10 をダウンロードする。続けて CPix2 取扱説明書6ページ目のリンクをクリック。そこでのすけ氏が準備したプログラムデータがダウンロードできる。ダウンロードした圧縮データを展開すると、フォルダの中に10個のファイルがあるので、その中のキーというファイルを開く。そこに記されているのは16進数の数字が20個。別に意味がわからなくても心配ない。CPix2 取扱説明書の最後のページに CP システム2のリージョン別タイトルが記されているので、復旧したいゲームの文字列をメモしておこう。今から復旧するゲームはマーブルスーパーヒーローズ VS ストリートファイターなので、 MSHVSFJ をメモするということだ。続けてアーケードハッカーズ CPS2 で検索すると、 CPS2 の全ゲームのソースコードが掲載されたページがある。
そこの下の方に MSHVSFJ の文字列があるので、ゲームネームの番号が100であることを確認し、上の方に戻り、キーバリューの番号が100のところを見てみよう。その右側に並んでいる16進数を先ほどのキーファイルにコピペして上書き保存するのだ。その後に CPIX2_GEN のファイルを開いて、そこのキーコードに MSHVSFJ の文字列があれば OK である。またこのファイルを開くと同時に11個目のファイルが追加される。それが CPIX2PRG というファイル。そう、チップに書き込みするファイルがもう完成したのだ。ROM 書き込みソケットの裏にはそれぞれ ROM のピン数ごとに ROM の位置を合わせる白線が引いてある。今回のは8ピンなので、ここ、つまりソケットのこの場所、 ROM のへこみは右に来るように。また8ピンの場合 J1J2J3 とあるが、ここに記された通りにジャンパーソケットを装着する必要がある。 J1 は B J2 は2と3J3 も2と3、指示通りにジャンパーソケットを装着する。最後はロムをセットしてパソコンと接続だ。インストールしたピキット3プログラマーバージョン 3.10 を開いて電力の供給ボタンをオンにする。そしてツールからダウンロードピキットオペレートシステムを選択。 C ドライブの中、プログラムファイル、マイクロチップ、ピキット3バージョン3と順にクリックし、 PK3OSV020005 ファイルを選択。キット3本体にシステムがインストールされたので、デバイスファミリーからベースラインを選択。その中の PIC12F509 を選択する。そうしたらインポートヘクサを選択し、先ほど作成した CPIX2PRG というファイルを選択する。そしてこのウィンドウにヘクサファイルが正常にインポートされましたと表示されたら、あとは書き込みボタンを押すだけである。これでチップが完成した。最後は基板にソケットをハンダ付けし、軽く洗浄したらチップを装着。導通確認、電池の取り外し、電解コンデンサの放電をして、 CPIX2 を基板とドッキング。来い。すげえ、本当に復活しやがった。こうして結果的にノスケ氏の技術により消失したゲームがよみがえり、逆に電池交換という危険を伴う作業を消失させることができた。この CPIX2 の取り付けはカプコン CP システム2の所有者であれば迷わず行うべき作業であろう。また少しでもこの動画が電池レス化作業の助けになれば幸いである。